に高い機能、携帯しようぜ はい、残りもあのご紹介してもらいたいんですけどもはい、まあ、いくつかあるんですけども今までは普通の端末でした、はい、でちょっと違うものをご紹介したいまず最初はですね、はい、ノートパソコンネットブック最近あの安いちっちゃいノ,ノ,ーノートパソコン売ってましたよねネットブックを今度ソフトバンクでも、はい、販売することになりました中にソフトバンクの通信データ通信パケットで通信するための通信モジュールが内蔵したものでレノボ昔の,の IBM からパソコンの事業を買収したレノボという会社の アアイデデディアパッド S10 というモモモルルルがががあるんですす、はい、これの通信モジュール内蔵モデルが出てきます、はい、ただこれは一般の人はまず多分買うことがないだろうと思うのはデータ通信の、はいえー、定額制というのが実はソフトバンクにはないので、はい、これで普通にインターネットをバリバリ見てるとあっという間にパケダがとんでもないことになって本当に久しぶりにパケししちゃうわみたいな感じになっちゃうので <laughs> これは。 うんですかね本当に法人用とかで特殊な用途で使うんだろうなと思うんですけどそれをいちいちんか「販売します」って発表しなくても余計なこと言わないですよねまたソフトバンクさんに怒られちゃうんであんまり余計なこと言わないか辛口出ちゃいますよねこれはなんでちょっとまあそこに行かないようにね注意してい。他のネットブックでも全然構わないと思いますでもそれに対してですね非常によく考えたネタももう一個実はあります今回の発表の中で僕は個人的にはこれ一応し あの普通の端末は普通の進化なんでちょっとこれはちょっと違う進化として出てきますフォトビジョンというですねフォトスタンドが出てきますフォトスタンド最近ねあの液晶ディスプレイの,のフォトスタンド最近よく流行ってねあの家電量販店でも売ってますけどあそこに通信モジュールが内蔵されてると思ってください。ってことはえ携帯からこう写真を撮りました。 撮ってそのフォトビジョンというフォトスタンドに宛てにメールを送ると添付された写真がそのフォトスタンドに表示される。はい、おーそのまんまんはい なので例えば、うんえー、そうですねお孫さんがいておじいちゃんおばあちゃんとかいう状態だと例えば,ばおじいちゃんおばあちゃんのところにこのフォトスタンドを送っておけば,おけばあとはそこで、えー、孫と写真を撮ってもおじいちゃんおばあちゃんのそのフォトスタンドに送ればおじいちゃんおばあちゃんは朝起きるといつも違う孫の可愛い可愛い顔がそこに表示されてると、えー、すとい,いうものが実はできます。うん、今までで本当にな、ね、なんんこれがなかったんだろうと思う思ぐらいの、はいえー 非常にいい商品で実は結構頑張るとですねいろいろ他のあのビジネスに応用できるんじゃないかなっていう気はするんですが、はい、7インチのディスプレイが付いたフォトスタンド、はい、フォトビジョンとかできますで実はフォトビジョンデビューキャンペーンということで最初は月額 490円で受け放題、もうメールは受け放題で出てきます。正規の料金は980円でいずれも980円になりますけれども、こういうものが出てきます。これはかなり面白い商品だと思うんで、ちょっとできればあのここでもねご紹介したい、借りてもご紹介したいと思いますけども。それからですね、ちょっと今回あの端末以外でぜひご紹介したいなと思ったので、コンテンツのお話をしたいと思います。中でやってるサービスいろいろねありますよね。今度ソフトバンクで。 一つ,つはまず簡単ミュージック、はい、その名の通りまあ着歌フルを買うのに今までだとこうサイトに接続して,て、うん、なんかこう探して,してなんかしてダウンロードしてみたいなことをやるんですけど、うんうん、そうじゃなくて。うん メールでこう例えばこうそうですね最新のものからのまあまあ夏メロのものまでいろいろメールでメールマガジンでこの送られてくるわけですよ何か気になるものがあったらそこのリンクをペッとクリックすると「簡単ミュージック」のホームページにアクセスするんであとはその曲まあそこで視聴したいちょっと試しに聴いてみたいなと思ったらそこでもうリンクをクリックすればそこで音楽が聴けるし買いたいなと思ったらそこで購入って押したらもうすぐ買えると「ジャクータフルを買うためのメールマガジンのサービスやりますぐらいのレベルなんだっけど どまあ、とにかく動線を分かりやすくしてとにかく入り口を入りやすくしてるっていうところがポイントなのかなとで実はこれと同じ仕組みを実はこの前からやったら、ね、s ワ1バトルというあの、はい、お笑いの月にあの賞金1000万円払うっていうやつを、ねはい、やってますけども <laughs>、はい、あれと同じ仕組みを採用してます。で実は これをさらに一歩進めたと言えるものが実はあってこれがですねえっと選べる簡単動画というサービスがありますで基本的にメールで送られてくるっていうのは同じなんですけど実は動画なんでいろんな動画があります8ジャンル37コースの中から自分で好きなものを選んでください例えば s ワ1バトルもあるし野球海外サッカー国内サッカー格闘技芸能ニュースエンタメ大相撲など本当にいろいろあるんですが結構すごいのが 野球とサッカーは結構すごい野球とサッカー例えば野球でそうですね、はい、どこがいいかな例えばまあ何でしょうまあまあセ・リーグだとまあジャイアンツとかねよくテレビ見たら普通にやってますけどじゃあじゃあパ・リーグですと、はい、今シーズン頑張ってるんでじゃあ野村さん頑張って野村監督頑張ってるんで楽天楽天ゴールデンイーグルスの写真なんかこうなんか試合の結果とかダイジェスト見たいなと思って一生懸命テレビ見て待ってるんだけどなかなかやらなかったりするじゃないですか、はい、そういう時にですね実は。 えー、この選べる簡単動画で東北楽天ゴールデンインース選んでおくと、うん、ダイジェストがそこで、えー、こういうダイジェストが見れますよっていうのが、まあ、送られてくる。はい、だから 僕はセ・リーグは例えば広島ですってやるとそれぞれのが送られてきてリンクをクリックして見に行くとそこで前日の試合のダイジェストをそこで見ることができる同じように毎回毎回新しいコンテストどん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 試合のダイジェストが見られるようなハイライトシーンが見られるようになっファンの人ってお気に入りの選手が例えばホームラン打ちましたと何回も見たいもんじゃないですか僕はね結構サッカー大好きなんで例えばジュビロ磐田の 中山ゴンちゃん結構ねねね頑張ってまますすよだでで大好きちゃんが例えば「じゃゴールを決めました」と「久しぶりにゴンゴール見たいな」と「じゃあどうだろう」ってテレビ見て待ってるとなかなかやらないっていう時もここの選べる簡単動画に入っていればそこでジュビロイワトを登録しておけばそこで見に行くことができるんですぐに見に行けるというのは結構非常にいいかなということで動画を手軽に見るという意味でこれはなかなか期待のできる う、ものではないかと、いうことで、こういうものも始まりますんで、はあ。うん、え、というころで、今日は駆け足で、ガが、が。見てきまし,がました。すごいですね、先生。やっぱ、私は、アクオスショットとアート、うん、あとは。まあ、気になるのは、ある。なる前に、早急に借りてきて、見てみたいと思います。<laughs> <laughs> どうでした。今日、まあガーッうー、がと。 19機種プラスコンテンツの話も紹介しましたけどソーラーの携帯も気になりましたはいソーラーハイブリッドも気になった今月もね先生経費も大変かかっておりますのでそうなのそうなんですよまた秘書に戻ったね戻りましたよここではいなのでこれからはあの の時代とというこで私たちの会社も経費節約のために全てソーラーにしていただきたいと思いますのでじゃあわかりましたうちの事務所は屋上にしましょう太陽光ずっと当たってるんでずっと暑いけどずっと充電できるし万が一雨降っても一応ほら防水なんで電話できるじゃないですかまあそうですよね防水だしね日焼けじゃ十分にしないと UV チェックもできるんでねということでした